初心者でも敵を倒す方法を見つけたよ。方法、どんなの？前回ちょっと使った、カーリングを使うんだ。今回ゴールドマーカーを使ってみる。それは楽しみだね。じゃあ早速やっていこう。レディーゴー。好きなインクの色だね。うん、この色好き。そろそろカーリング投げるよ。オッケー。カーリング、オーナイス。こうやって裏取りするの。上から見たらこんな感じ。敵はカーリングに当たりたくないから離れる。カーリングの方は見ないので倒せるってわけ。確かにいいね。カーリングの道を通るからインク回復もできるね。そうそう、もう一回行くね。カーリング反骨返るね。ポツン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 。オーナイス。このコンボは初心者のゴリリーでも使える。敵も半個持ったよ。ああ。この辺はまだまだ練習が必要だね。チャージを取り直して。ゴーゴーゴー。残り2分。この辺を無理無理していこう。カーリング。待て待て。どんまい、あはは。そんな毎回うまくいかないよね。うん、そうだね。この辺も無理無理しておかないとね。たまにめっちゃ綺麗に塗ってくれる味方いるよね。うん、めっちゃありがたい。ハンコ溜まったね。ポチン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 。オーナイス。ポチン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 。オーナイス。ここもピンクにしよう。サイドって結構大事だよね。味方が逃げてこれるようにね。残り1分。カリーズ。オーナイス。押してる押してる。あと少しで3個たまる。倒されないようにしたいね。カーリング。オーナイス。ナイスナイス、いいよ。残り20秒。ハンコ使わないの？この後使うね。カーリング、パチン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 。オーナイス。パチン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 。ナイスナイス、いいよ。どんまい、あはは。さあ、勝ったかな？お、じいじいじい。やったー。初心者でも10キルできた。おめでとう。高評価した？あ、忘れてた。高評価お願いします。さあ、検証していこう。敵の神タンク、どこを狙えば早く壊せるのか？プレイヤーを狙うか、神を狙うかどっちなんだろう？確かに気になるね。左が神を狙って、右は敵を狙う。壊れる速さ同じだったね。敵を狙ってもダメージ入らないんだね。
上から狙ったらどうなのかな。お、ダメージ入るんだね。結果、神タンクは上から狙いましょう。神タンクを出す方は、上から撃てば強いね。次は、コットソナー、何回当たると倒させるのか。結果は、3回当たると倒される。ジャンプすれば当たらないけどね。そうだね。吸引器、吸い込み量でどれくらい差があるのか。まずは、全く吸ってない場合。範囲小さいね。次は、マックス吸い込んだ場合。おお、全然大きさ違うね。本当に全然違うね。リクエスト募集中。気になることがありましたら、コメント欄かフォームからリクエストお願いします。チビゴリ、イラスト見ていこう。いいねー、僕これ見るの好きだー。めっちゃリアルないか、あははは。うまいねー。ダイオウイカかな？そうだろうね。なんかのロープレ？ヒーロー様、会えてよかった。クレーターのタコが突然襲ってきたの。これスイッチで書いたんだよね。うますぎるよね。クジラ人間かわいい、アハハハ。このイラスト好きだ、ヒヒ。ゴリジーのロッカー見せて。いいよ。サングラスいいね。いいでしょ。いろんな人のロッカー見れるんだよね。アハハハハハ。この人センスありすぎ、ウフフフ。クマ？モヒカングマかな。モアイ。アハハハハハ。メガネずれてるのがいいね。今回はこのモアイと共にお別れです。最後までご視聴ありがとうございました。以上、赤ゴリでした。お、すごい。